久々に彼らがミューに登場。去年2月のデビュー以降、猛スピードで走り続ける彼らの新曲リハーサル現場に潜入。エルス、この夏早くも話題を呼んでいる新曲。疾走感あふれるハイテンションなサウンド。マッチシングルエグジットはどのように誕生したのか。岩崎くんはアルバム用に作って持ってきたらしいが、結構私はもうその時点でね、あ、この曲いいじゃない。でもシングルに後付けだからね、この人いつも。そんなこと言ってないから言ってたじゃん帰りに。いつも寝てからアルバムが売れると思ったって。そういうタイプだ。でも全然アレンジとか1回のスタジオでビシッと決まったので、うん、全然焦ってレコーディングとかっていうのはなかったです。リフ持ってきた時にね、もうこの際だから岩崎ちゃんって言っちゃおうか、いつもみたいな。岩崎ちゃんが頼むからやめて。あ、これはニルバーナの某スメルズライティンスピリット、そのまんまじゃないかよ。リズムパターンはこれはあの曲が使えるなというね。それでまあそう叩くしかねえなってことになるじゃないですか。誰に言ってんだよ。あベースも同じだと思う。こうでしょ、これしかないでしょ。ちょっとズラがズレてんじゃないの。え、そっか。私もスムーズに、でそのハマり もしっくりくるものができたんで、なんかこっちで決まりでしょうみたいな。誰がこの曲にしようとかそういう感じじゃなくて、なんとなくそのあこの曲になるなっていう雰囲気が、ね、うん、あったから、これはかっこいいのができたなっていうのはねありましたね。バカっぱなしぐらいだよね。普通にエロ話とかね。レコーディング、はい、すごい切り替えだけど今、はい、なんか普段の練習とかでやっててなんか今のは気持ちよかったねとか言ってるのはなんかそのままの雰囲気で撮れたかなっていうのは今回は。お次は X。 最近何かと気になるバンド内のミスター X とは。激痩せ。本人も意識してるようだけど、最近髪の毛もね、やばいらしいね。かそのなんかね、美容院に行かなくても髪がどんどんすいて少なくなってすごい便利だって言ってたから、全然そうお金いらないんだよ、床屋いらず、うん、X の長所は何なのかな。なんで黙ってんだろうね。スタジオは予約するのが早いとか。あ、早いね。早いね、それはね。短所もなければ長所もねえんだよな。なんか言われてる。落ち込んじゃってる。絶倫。ああ、いいですね。あ、そうなんだ。すっごい絶倫っていう。一回ビデオに撮ってみんなで見たいっていうね。そんなこと誰も言ってないんですけどね。見たくないな。見たくない。見たくないな、ちょっと。見たくないよ。X はほらスタジオに金が来た時に耳を舐めてたっていうレコーディングの時でしょ。あ、レコーディングの時ユウさんが歌い入れしてる時に後ろの方で彼女の耳を舐めてたっていう、ね、激怒したっていう ね帰れこの野郎って意外とやる時やるんだよ、大胆にね。すっごい逆襲だな。この後も容赦ないトークが炸裂。エルス解散の発言も。エルス、イグゼット、頭文字トーク。お次は愛。アイス、冷たいものといえば。前回のマキシがアイスクリームマンです。ああ、うん、営業が営業トークで
趣味はそれだけだもんね。自分の宣伝するとか、自分の記事見る、自分の記事見るとか、自分の見てないっつうと。かといって音楽も聴かないんだよね。そうなんだよね。CD の棚これくらいだもんね。なんか見たことあるのか。キャットマンジョンばっかだもん。あとないよ。ナンバだと。ナンバだとね。下手な OL より数少ないって言われた。そうか、見たことあんのかよ。あ家にも来たことないくせに。あ、冷たいといえば。目が冷たいっていうね。あんただあんた。ねえ。怒って怒って。目だけはでも冷たいまんまだね。笑ってんだけど目が冷たいとかね。いや結構褒める人もいるよ。お母さんとか。お母さんとかね。母親だ。最後は T トライ。メンバーが新たに挑戦してみたいこととは。男だけになる。ああやばい、ね。目の前にして。ああ。どういうことなのそれ。ちょっと話してみろよ今。マジ切れするの。マジ切れしちゃいました。なんかね、料理をやろうかな。マジで。料理の道に進もうかなと。なんでそんなライターの告白したの。ハチはないの。挑戦。挑戦。百人切り以外でさ。ああそうだね。やってるじゃんバンドとか。バンドとか、あとやっぱ本当にやってるだけだもんね君の場合。バンド。早弾きに挑戦しようかな。それギャグなの？どっちなの？マジで。マジで。そうそうそう。もう少し綺麗になると。もう少し綺麗。あとで楽屋。なんかあるんでしょ？んどうせあるんでしょ、いっぱいチャレンジしてることをバンドとして。怒っちゃった。怒っちゃった。後で言うかな。どうしてテレビってそういうこと俺。怖いっすからね。泣いてる泣いてる。はい、どうもエルスのドラマ牛島烈です。エルス牛島、好きなプロレスラーをチョイス。プロレスを見始めたきっかけっちゅうのはですね、幼稚園の時なんですよ。で、まあ、その頃やっぱ怪獣とかね、そういう恐竜とかが好きで、その延長で多分プロレスラーっていうのがいたと思うんですよね。自分の中ではこれはちょっと人間じゃねえなっていうか、まあやっぱ悪役レスラーですかね基本は。上田馬之助、30年以上活躍した日本人ヒールレスラーの走り。日本人なんですが金髪。これちょっとびっくりしましたね。やっぱ日本人を目の敵にしてるっていう、日本人の日本人を目の敵にしてるっていうですね。でインド人と組んじゃってるっていう、意味が分かんないじゃないですか。今も T シャツも着てるんですけどね、新上田。この名コンビがね、もう復活してほしいんですけど。ビッグマードック、甲府長の波がとても激しいアメリカンレスラー。狂犬っていうあだ名で親しまれていたレスラーなんですけど、怒って本気出した時はもうね、すごいブレンバスターを垂直で落としちゃって、あえて気絶させちゃったりしてて、ああ強えなと思ったと思ったら、次の週にやってたらもう尻とか出しちゃってね、タイツとか相手の選手が引っ張ってそれ戻そうとしないんですよね。ケツ出しっぱなしでなんかこんなってあたふたあたふたしてね。あと猪木、アンテナ猪木に最後エンディギリやられてフォールされるときにくるっと一回でやられるっていうね、あれがまた絶妙なタイミングで僕はすごい好きでしたね。ディック・マードック、ブルーザー・ブロディ、インテリモンスターと呼ばれた名パワーファイター。入場テーマソングがレッド・ゼッペリンの移民の歌、これにねグラッときましたね。で鎖を振り回してくるんですよ。おー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 っつって、何がすごいって、小さいレスラーは認めてないんですよね彼は。小さいやつはレスラーじゃないって言って、相手が小さいと本当に容赦ないんですよね。実はなんかすごいインテリの出で新聞記者だったとかいう、意外性のある選手が僕は好きで、最後刺し殺されちゃったっていうのがねちょっと悲しいなっていう、あの時はでも本当ショックでしたね。ブロディが刺し殺されたっていう。悪名高き野生双子コンビ。特に役に立たないんですよね二人とも。双子なんですけど、タグ部屋なんですよ。タグチームの専門のコンビで、サモアンズ、
ってサモア出身だからサモアンズってそのままじゃねえかよっていうね、なんか入れ替わったらどっちか分かんないぐらいしか芸がないんですよね。強そうなのになんだとか子供の時は思ってたんですけど、今思えばああいうレスラーっていうのが今いないんですよね。なんかね、味のあるなんか脇役みたいな。でもサモアンズ忘れられません、はい。ヒールを愛する牛島から見たプロレスとは、格闘技じゃないんですよね。プロレスというショーの流れの中のスポーツというかですね、大体反則とかないじゃないですか。スポーツ反則 OK のスポーツっていうかですね、格闘技というか、そういうのが面白いなというか、今も面白いですけど、なんかな、その謎の来日外人ですらとか、そういうのがちょっと少ないかなっていう。未知の強豪つってすごい弱かったりね、そういうのが今ないんで、ちょっと残念ですけど、格闘技もあってプロレスもあるっていうのをですね、分かってほしいなというか、面白いものなんで、皆さんもぜひ見てください。